ファン感動、平野翔の笑顔に会える。梅田駅が、平野翔ランドと化してる件について、緑人粗大や章の巨大広告にファン関気。平野翔の看板や広告が掲示されている場所は、特に大阪の梅田駅周辺に多く見られます。以下は、主な看板の設置場所のリストです。阪急梅田駅構内、駅構内のデジタルサイネージや壁面に平野翔の広告が表示され、行き交う人々の目を引きます。 梅田ビッグマン前、大阪梅田のランドマーク的なエリアで、大型ビルボードやサイネージに平野省の姿が映し出されています。木の国屋書店前駅からのアクセスも良い木の国屋書店の前にも大きな広告があり、訪れる人々を出迎えます。三番街から梅田駅にかけての通路駅からショッピングエリアへの通路にも多くの看板が並んでおり、買い物をする人々の目に自然に留まります。 大阪ステーションシティ付近、駅ビル全体が一つの巨大な広告スペースとなっており、ここにも平野紫の看板が設置されています。阪神梅田本店前、大型のショッピングモールである阪神梅田本店の外壁にも、平野紫の広告が展開されています。これらの場所は、梅田エリアの中心部であり、多くの人々が日々行き交うため、非常に目立つ場所です。広告のインパクトが強く、 訪れる人々にとっってて特別な存在感を放っています梅田駅が今、平野省ファンにとって特別な場所になっている。週末に梅田を訪れると、どこを見ても平野翔の笑顔が目に飛び込んでくる。まるで彼の世界に迷い込んだかのような感覚を抱くほど、梅田駅は平野翔一色に染まっているのだ。彼の大きな看板が梅田駅のあちこちに掲げられ、 特に注目されているのが緑・ジン・ソダとのコラボレーション広告である。これはただの広告ではなく、ファンにとってはまさに夢のような空間であり、一種の平野ショーランドが誕生しているようなものだ。平野ショ蘭の存在感が梅田駅全体に広がり、その場にいるだけで彼のファンとしての幸福感を感じることができる。緑・ジン・ソダと平野ショ蘭のコラボレーションは、その爽やかなイメージが絶妙にマッチしており、 見ているだけで爽快な気分になる。彼の笑顔はまるで飲み物の清涼感をそのまま体現しているかのようで、多くの人々がこの広告に惹かれているのも納得だ。ファンたちは梅田駅でこの巨大な広告を目の当たりにし、その感動を SNS でシェアしている。こんなところに翔くんがいるなんて、と驚きの声が上がり、その興奮がリアルタイムで伝わってくる。梅田駅に到着した瞬間から、 まるで異世界に入り込んだかのような感覚を抱き、日常の喧騒から離れて特別な時間を楽しんでいる。梅田駅での広告展開は、ただのプロモーションではなく、ファンたちの心をつかむための絶妙な演出となっている。駅全体が平野省の世界観に包まれ、日常を忘れさせるような非日常の体験を提供しているのだ。この広告キャンペーンは、平野省のファンにとって一種の、 聖地巡礼のようなな存在となっており、ファンたちはわざわざこの場所を訪れて彼とのつながりを感じている。広告の力がこれほどまでに人々の心を動かすことができるのは、平野紫の持つ圧倒的な魅力と、ファンたちの熱意によるものだろう。駅を歩けば、どこを見ても平野紫の姿が目に飛び込んでくる。それはただのポスターや看板だけでなく、デジタルサイネージや巨大なビルボードにまで広がっており、 その存在感は圧倒的だどの角度から見ても翔くんが見えるこの空間は、ファンにとってはまさに夢の中にいるような感覚をもたらしている。彼の笑顔に囲まれながら、日常のストレスから解放され、ただその場にいるだけで幸せな気分になるのだから、平野翔の持つパワーは計り知れない。さらに、梅田駅周辺には緑人相田のスタンドが設置され、そこで実際にドリンクを楽しむこともできる。 このスタンドもまた、平野翔の広告に囲まれた特別な空間であり、彼のファンたちはこの場所で緑人を味わうことで、さらなる幸福感を得ているようだ。あるファンは、翔君が一杯の幸せ空間で飲む緑人は最高でした、と語り、その体験を喜び一杯にシェアしている。ファンたちはこのスタンドを訪れることで、ただの広告ではなく、実際に体験できる、平野翔ワールドを楽しんでいるのである。 このキャンペーンの影響力は凄まじく、平野翔のファン層の広さとその熱量がいかがに強いかを如実に示している。サントリーのスタッフも、平野翔くんのファンがたくさん来ていました。宣伝効果はすごいですね、と語り、その効果を実感している様子だ。梅田駅に立ち寄った人々は、ただその広告を見るだけでなく、緑ジンソダを手にして楽しむことで、このキャンペーンの一部となり、 自分自身の特別な思い出を作り上げているのである。駅の外にも、そしてその周囲にも広がるこの特別な空間は、平野翔ファンの熱意が生み出した一つの奇跡といっても過言ではないだろう。また、今回のキャンペーンは大阪だけにとどまらず、全国で展開されていることも注目すべき点だ。名古屋でも同様のイベントが行われ、多くのファンが集まったとの報告があり、これはまさに全国規模での、平野翔フィーバー、 と言えるだろう彼の存在が広告を超えて、多くの人々の心を捉え、実際に行動させているという事実は驚異的だ。このようにして平野紫の魅力はどんどん広がり、より多くのファンを巻き込みながら、その影響力を拡大し続けているのである。さらに、このキャンペーンは単にビジュアル的な魅力にとどまらず、ファン同士の交流の場にもなっている。梅田駅で出会ったファンたちは、 同じ場所で平野章の広告を楽しみながら、自然と会話が生まれ、そこに一体感が生まれている。お互いに写真を撮り合ったり、情報をシェアしたりすることで、ファン同士の絆も深まっているのだ。SNS 上でも、梅田駅で翔君を見たよ。こんなに大きな看板があるなんて最高、といった投稿が相次ぎ、彼らの熱狂ぶりがうかがえる。そして、この広告キャンペーンの成功は、 単に平野賞という個人の魅力にとどまらず、緑人蘇だというブランドの価値も高めている。広告を通じて新たなファン層が生まれ、実際にドリンクを試すことで、商品そのものに対する好感度も上がっているのだ。このような相乗効果は、企業にとっても大きな成功であり、マーケティングの新たな可能性を示している。広告の力がここまで人々の心を動かし、リアルな行動を促すことができるのは、 平野祥の持つ魅力と、ファンの熱意が融合した結果である。このようにして梅田駅は今や、平野翔ファンにとっての特別な場所となり、訪れる人々にとっては一種の、癒しの空間として機能している。日常の中で少しだけ立ち寄るだけでも、そこには特別な時間が流れており、ただその場にいるだけで幸せを感じることができるのだ。広告という枠を超えて、 多くの人々に喜びと驚きを提供しているこのキャンペーンは、まさに新しい形のエンターテインメントであり、これからも多くの人々の心を動かし続けるだろう。平野翔と緑、神袖田のコラボレーションは、単なる広告以上の意味を持っている。それはファンたちにとっての夢の世界であり、日常から少しだけ離れた特別な時間を提供するものである。この梅田駅での取り組みが、どれほど多くの人々に影響を与え、 そしてどれほど多くの笑顔を生み出しているかは、現地に足を運んでこそ実感できるだろう。平野紫と緑神袖が織りなすこの特別な空間は、まだまだ広がり続けていく。次に梅田駅を訪れた時、あなたもぜひこの特別な体験を楽しんでみてほしい。それ、はきっと、あなたにとっても忘れられない思い出になるはずだ。